浪人暮らし、仕えた主君を数えてみれば家康公に始まり、豊臣秀吉、戦国秀吉とさっさなりますと、今日行きなが黒田官兵衛、橘宗茂、三村近重と、あまたの武将を助けた歌舞伎者、そうさそうさ、俺こそ戦国一のフリーター、水野日向の神勝則だ。拍手。戦国最強本多忠勝の娘にして家康公の養女、真田家に嫁ぎ、関ヶ原の戦いでは夫不在の沼田城を守り通した、我こそ戦国最強の女武者、小松姫、参ります。鬼となり影となり、徳川の使い万たる五の旗印、掲げるところに服部党あり、清康公の恩義に応え暗中飛躍の影奉仕、かくいう我は大事を助ける草の者、伊賀忍将服部半蔵正成。浜松生まれのこのわしが15で殿に救われる、正義と忠義を胸に決め、赤い甲冑身にまとう、戦法は譲らぬ、命は惜しまぬ、ただ前進あるのみ、戦場で赤鬼と呼ばれし我の名は井伊直政、参る。源氏車を身に背負い、旗印には無の一字、我が策はままたの武士を奮い立たせ、我が剣は羽柴の軍を追い、幼き頃より家康公に仕え、自由権利の将と歌われし、我が名は榊原康政、いざ押してまいる。しば生涯57度の戦に臨み、一度たりとも傷つかず、家康公の御為と、この手に握るは天下三名僧トンボ切り、我事の難に臨みて退かず、我こそは戦国最強の武将、本多平八郎忠勝、参る。幼き頃よりお仕えし、家康公の片腕と、見よこの背中、良き思い悪き思いを背負ってきたこの人生、わしは後悔などはしておらぬ、天下太平を望んだこの思い、家康公に命を捧げた我が名は徳川四天王酒井忠次、剣山グレート家康公、青い武将隊。やったー。
家康公青井武将隊と申します。この岡崎の地を盛り上げるべく400年前の戦国時代より蘇ってまいりました。我々グレート家康公青井武将隊は土曜、日曜、祝日1日2回今お見せしたような演舞を毎週行っております。そして演舞のない平日でも我々8名の隊員の中から3名から4名ほどが出陣して平日にも来ていただいたお客人のおもてなしをしておりますので、どうぞ皆様ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。我ら青井武将隊は8名で活動いたしております。今日はですね、なんと徳川家康公は残念ながらいらっしゃいません。いつものね、平日でしたら徳川家康公ももちろん出陣して、我ら8名全員での演舞を行っておるんですけれども、ぜひね、明日の演舞ございます、来週もございます、徳川家康公に会いにいらしてください。今日初めて岡崎公園に来たよという方いらっしゃいます。我々の演舞初めて見たよという方、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひね、もう一度来て我々の演舞を楽しんでいただきたいと思います。ただいま、この岡崎公園の家康さんでは、上りにもございますように日本刀展、世界に誇る究極の美と、目打ちまして日本刀が、中にね展示されておりますので、ぜひそちらの方もゆっくりとご覧ください。そんな日本刀をイメージしたようなかっこいい我々の演舞曲がございます。ぜひ皆様ゆっくりと楽しんでください。では高井さん、はい、よろしくお願いします。はい、それでは参ります。新武士ソード、いざ出陣。
先にやった。はっ。ありがとうございます。ありがとうございます。かっこいいでしょ。ちょっと確かにかっこいいけども、はい、我々今聞いただいたのは新武士ソードという、はい、この他にもね、我々いろんな演目がございます、はい、いろんな曲を使ってます。その CD がなんとあそこの観光売店になんと販売しております。売店に売ってた、はい売ってた。売り出し物でございます。いやまあでも新武士ソードこんなにいい曲ですからお高いんでしょ。松本さん、松本さん、いくら新武士ソード、そして、我々の珍しいバラード曲で、レーン、カレンザという2曲、入った CD が2曲入りで覚えとらん自由兼備1580円。我々のかっこいい曲ばっかりでは、ね、飽きてしまうお客にもいらっしゃると思います、はい、皆様と一緒に歌って踊るこのコーナーを参りましょう。カンニン踊りのコーナー、拍手。徳川家康公のお言葉にございます。我慢辛抱堪忍をテーマとした盆踊りのような簡単な踊りとなっております。今日ね、初めて、ご覧になるお客人もいらっしゃるということなので、はい、我々の堪忍踊りのポーズを2つご紹介させていただきます、はい、ぜひ一緒にやってください。まず堪忍、はい、ポーズその1、まず両手の手のひらを胸の前でポッと合わせてよろしいですか。ポッと合わせてください。他人事だと思ったそこの後ろの方、はいはい、皆さんご一緒にぜひ一緒に、その合わせた手のひらを右に拝んで帰ってきますか、はい、左に拝んで2回叩いて、はい、よろしいでしょうか。こちらが他人ポーズその1、リズムに合わせてもう一度、せーの、他人他人他人じゃ、簡単ですね。ありがとうございます。ぜひ今日初めての方、特に一緒に踊ってください。そして堪忍ポーズその2、この2の指を、はい、撮影料、撮影料、左目に堪忍、そして左目に右、素晴らしい、簡単ですね。目も合わせ、はい、ということでね、この堪忍ポーズ1度に、ぜひ簡単な踊りです。一緒に手だけでも結構ですので踊ってくださいませ。それでは、堪忍ポーズ一緒に踊りたいよという方、ぜひ前の方へ、はい、ね、中に入っていただいて、まあ、ピクリとも動かんな、恥ずかしがらんと、どうぞ前の方に、はい、前の方、皆さんご一緒に。ではよろしいですか、踊りの途中でも入りたくなったら入っていただいて構いませんので、どうぞよろしく。それでは参りましょう、堪忍踊り、あと、まずは準備をしよう。ラム堪忍、スル堪忍、はい、よろしくね。同じサイズじゃダメ。
武将が踊る武将戦国パラパラのお時間が皆々ついてきてくださりませ。入りまするぞ。1、2、3、4。先日ゲームで戦国武将というゲームが発売されました。ほう、なんと徳川家からも、少し多くなったのかな、一人増えて、かっこいいいい直政が得られると思います。ただ、この中にも出陣していない武将が、数人あります。そんな中の一人でございます。酒井殿に何でそれを紹介の仕方前に出てきづらいですまだまだ、知名度の低い酒井殿に立ち退きを挙げて締めていただきたいと思います。それでは二番衆、本日は岡崎公園に足を運んでいただきまして誠にありがとうございます。本日はなんとなんとなんとバレンタインでございます。わしらね、わしら武将隊もチョコレートは欲しいです。欲しいですけども食べられません。あそこのポストには決して入れないでくださいませ。チョコレートでぐっちゃぐちゃになりますんで、今日みたいな暖かい天気でねぐっちゃぐちゃになってしまうと受け取りたいんですが受け取れないので、皆様よろしくお願いいたします。それでは最後に勝ち時で締めたいと思います。それでは参ります。勝ち時だ。それえいえいおーえいえいおーえいえいおー、この度ありがとうんじゃった。これよりは、我々青い武将隊と、青い武将隊の記念撮影をしていただきます。皆様のお手持ちのカメラで、我々の勇姿を、ぜひ収めていただいて、Twitter や、Facebook のいろんな SNS に上げて、我々の知名度を上げていただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは今日は、トコがいらっしゃいませんので、真ん中でごシートを構えて、いただける方が、不在でございます。なので今日は横一列になるので、それでは皆様から右側、目線を送ってまいりますので、バシャバシャと踊ってください。はい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 、それでは真ん中のあたり少し数が、人数が多いです。長めに撮ります。撮り終わったお客さんは、カメラをちょっと下げていただけると、撮るのが分かるかなということで、ありがとうございます。後ろの方にも、非常に混み合っております。後ろの方にもお譲りいただいて、こんなにいないはい、それでは、左側大丈夫、我々は動かないから押さないで、そんなに押さないで。そんなにないです。誰か見えとるんですか？なんか霊的なものが見えたかもしれませんね。と我々の記念撮影以上とさせていただきます。そしてここからは皆様を、我々の輪の中にお招きして一緒に記念撮影をしていただけるお時間をさせていただきます。こちらの5座に荷物を置いて、この後ろに1列に人
正しく、きっちりと、しっかりと、がっつりと並んでいただきたいと思います。はい。押さないで。まだ誰もいないですけど、本当に。あ、来たね。あ、ようこそ。